さあいよいよ始まりました、1回の表攻撃、後半戦ですね、琵琶湖さんと私で、まあ、チャラという状況で、これからねどんな展開になるのか、ぜひぜひ期待していただきたいと思います。木村拓人塾長がパチスロで対戦。勝負は3回行い、1回の表塾長、1回の裏魚拓といったように野球のように進行します。毎回助っ人を呼んで乗り打ちした合計3枚がそれぞれの得点となり、勝敗は3回のトータル3枚で決定。一発を狙うのか手堅く立ち回るのかは勝負の展開、そして助っ人次第です。実戦ルールは軍資金自腹の乗り打ち勝負、制限時間は7時間、その他は収録ホールのルールに従って立ち回ります。先行は塾長チーム、助っ人は自身で選ぶオールマイティー琵琶湖五木ひかるの3人。高校の魚拓チームの助っ人はルーキー酒井、伊藤真一、誰かはお楽しみのミスター X。 果たしてどちらが勝利するのか。魚拓塾長のスローモン。今回は1回の表塾長琵琶湖コンビ後半戦の模様をお届けします。さあということで、後半戦始まりますが、おはようございます。おはようございますでしたっけ、どこで覚えたのよくわかんない人ですけどね。まあまあまあ、ご飯も食べたことですし、はい、これから、後半戦なんですが、なんか意気込みはどうですか。イエス楽々を言うことです。そうだよね、はい、言いたいよね、言いたい、やっぱりね、はい、あれを言うために今日来てるんだもんね。そうですよくわかんないですけど、まあまあとにかくこの後のじゃあ立ち回りとしてはどんな感じ。まあまあちょっと鬼武者様子見てって感じかな。もうあとはブシャーってなるしかないですよね。うん、あの乱れ打つと大概負けるから、はい、あのちょっとねあそこで粘った方がいいと。わかりました、うん、なんで、まあ、ART も結構ついてたしね、あれね、はい、あの僕結構ちょいちょい見てたんですけど、あの単発とか2連が多かったんで、もしかするとあれ初当たりがいいプロみたいかもしれない。え、プロみたい、雑誌読んでる人違う。いやいや、いつもプロだと俺だらしなくやってんだけど今日は俺の方がちょっとスキルあるかなと思ってねはい、ということで、まあ、僕が、今ねラッシュ中で、あと100まだ200ゲームぐらいありますから、はい、まあ、この間また乗せて乗せて、もうエンディング今日見ないつもりですんでね、僕ね、はい、あのそうすればまあずっと ART 続くってことなんで。89なんですか、あれ。え、89なんです。89%です。だ奇跡なんですよ、割とあの通常時のスイカで入った ART がいきなり威嚇性に入りましたから、ちょっと匂い変えたら威嚇したかったんで威嚇性モード入っちゃいましたからねまあまあ熟女ですからね、はい、大丈夫、好みですから割と、ね、いやいや、ありがとうございます。まあまあまあそんな感じでね、はい、あの威嚇性モード引けるように頑張って。威嚇性モード好きな匂いです。好きな匂いです、頑張りますアホか本当に。じゃあ頑張りましょう。はい、はい、よろしく。激戦地新宿区のスロット専門店 BB ステーション高田の馬場店。新鬼武者、ミドリドン、異邦伝、モンキーターンを筆頭に毎日必ずマックス、純マックスを投入中。さらに毎月20日はプレミアムイベント BB デーを開催。不定期に強力 ART から前代マックス、半分マックスも炸裂します。JR 山手線高田馬場駅早稲田口から徒歩1分 BB ステーション高田馬場店、ご来店をお待ちしております。なんとか見せ場ぐらいは作ります、頑張ります。そろそろ真面目に出さないと怒られちゃう。琵琶湖の後半戦は前半戦の苦しい展開から脱出するため、塾長に勧められた新鬼武者238番台からスタート。果たして巻き返すことができるのか。開始早々スイカの取りこぼしから演出へ発展、期待が高まる。お願い、お願い、来た。あー、マジで、なんでここでジェリー行くの。お願い、あー来てる来てる、はい、あれ、あ、当たってる当たってる、よかった。降りる？よかった。
イエース楽楽リオコ後半戦打ち始めから32ゲームでビッグボーナスをゲット。ゴシバさんつながりました。コイン後半戦やれそうな気がしてきた。ビッグボーナス終了後、琵琶湖は100期モードから双剣ラッシュの当選を願う。しかしその願いも届かず、なかなか双剣ラッシュに突入しない展開。この後巻き返すことはできるのか。ということで、後半戦、スタートしたいと思います。エンディング出さないようにね、頑張ります。塾長の後半戦がスタート。 89% 継続が確定している双剣ラッシュで、果たしてどこまでコインを増やせるのか。高額だな。後半戦開始早々、双剣ラッシュ中にスイカを引き、演出へ発展。幸先よくビッグボーナスをゲット。最強最悪の鬼武者です。鬼ボーナス。コインが2600枚を超え、勢いに乗る塾長。ドル箱にコインをどんどん詰め込んでいく。双剣ラッシュもまだまだ続き、このまま波に乗り続けたいところ。一方、琵琶湖は後半戦最初のビッグボーナス終了後、苦しい状況からなかなか抜け出せない。あ、しまった、スイカや。これ高額スイカじゃんね、マジで。広角からの特定役でなかなか双剣ラッシュに行かず、コインが飲まれ追加投資へ。琵琶湖はこの状況を打破すべく塾長のもとへ。まだ分かんないけど、でも分かんないって言ってるとね、ガンガン入っちゃうもんね。難しいね。難しい、難しいな。で、広角追加一発外れたのは広角で、本当に広角でした。塾長琵琶湖コンビは店内の状況を見て回ることに。あ、あの塾長さん、俺空の天井っていくつですか。あ、天井あるよね、あれね。ありますよね。で、昨日のままやったらもうすぐじゃないんですか。昨日のままじゃなくてもあのゲーム数だったら美味しいと思う。ですよね。行きますか。はい。店内を見て回った結果、俺空の天井狙いをすることに。琵琶湖の5台目は俺の空、青木正義魂の271番台。果たしてこの台で起死回生なるか。一方、双剣ラッシュが続いていた塾長はついにエンディングを迎えてしまった。さあ、ということです。まあちょっと少なかったかな。よし、頑張ろう。心機一転、飯食ったらやっぱ終わった。双剣ラッシュ終了後、129ゲーム目でスイカから鬼ボーナスをゲット。最強最悪の
13ゲームでまたスイカから鬼ボーナスをゲット。なんだよもう、鬼ボーナスばっかだねえかよ。新規一点天井狙いで俺の空を打ち出した琵琶湖。リプレイ3連して俺タイムへのチャンス。4連すれば ART 確定になるのだが、残念ながらリプレイ4連にはならなかったものの、その後無事俺タイムへ突入。ここでリプレイを7回、4連続リプレイもしくはビッグボーナス当選で ART の俺チャンスに突入するのだが、ここは残念ながら俺チャンスに当選ならず。当たり？なんか天井がどうのこうのじゃなかったの。琵琶湖打ち始めから109ゲーム、4000円を投資したところでビッグボーナスをゲット。ビッグボーナス終了後、降格が終わったところで琵琶湖はこの台を諦めることに。とそこへ塾長からいい台が開いたとの知らせがあり、新鬼武者の島へ向かうことに。開いた、ラッキーラッキー、開いたじゃないですか、開いた。いや俺これじゃないかなと思ったんですよ朝から、やっと近いとこ来ましたよ最後。俺の空を諦めた琵琶湖は心機一転巻き返しを願って大移動。この決断が功を奏すのか。頑張ります。最後のお願いにやってまいりました。鬼ボーナスが続いた塾長、再び双剣ラッシュに突入させたいところだが、一番熱いっていうか本陣長の可能性が増す演出です。今の覚えとかないよ、いこのみんなは。魂も熱いぞ。これはこっちな。よし来いよ。あ、もらったよ、もらった。葬儀がこんなにも、いえ、ほら、言った。はい、お疲れです。おはようございます。やったよ、大きい光る。よし。行った。コインを減らさず、双剣ラッシュに突入。ここでもう一度波を引き寄せたいところだが、悪くない。てかまあ強チェリーじゃ分かんねえな。ここはあえなく1セットで終了。ダメだこれ。この後ハマり状態へ突入。積んでいたコインを使うことに。ガッテムオレー。やばい、沖ヒカルの真似し始めたから出なくなっちゃった。
やだよ、叩いたって当たらんのだもん。1、2、3、4、5、6、7、8。残念でござる。ふざけんなよね。俺は怒ってるんだぞ。キョチリーから百鬼モードを経て塾長に熱い演出が。ここは決めたいところ。これ来ただろ。もうこれガセったらやめるよ俺。これガセったらやめるよマジで。もうやんねえよもう。4回目の強チェリーでようやく初当たり。ということは設定は4 かな。うわーはまったな。あー塾長双剣ラッシュをゲット。なんかの間違いで、あーダメだ。数えてると面白いね。この後塾長は落ち着いた展開を見せ3セットと2セットの双剣ラッシュを消化。最後にもう一波欲しいところ。やったよ、やっただった。俺の空から移動してきた琵琶湖の6代目は新鬼武者の221番台。早く見せ場を作りたいところ。琵琶湖大移動後392ゲームで強チェリーからビッグボーナスをゲット。ここから巻き返すことができるのか。頼むしフリーズしよう。おい頑張ろう頑張ろう。ごちそうしていただきました。乾杯。ビールがいいな。そうだね。頑張ろう頑張ろう。はい頑張るけない。ビッグボーナス終了後45ゲームで鬼ボーナスをゲット。この辺りで固めていきたいところ。もう嫌だこれ。鬼ボーナス終了後何も展開がない琵琶湖。気になっていた新鬼武者の角台へ移動することに。7代目は新鬼武者の218番台。この移動が起死回生となるのか。やったやった当たったやった当たった当たったお嬢、お嬢が当たった。お嬢が当たった。なんかもうあれなんか今あの格好がなんか風呂上がりの未亡人みたいな。風呂上がりの未亡人みたいな。暑いんですよここね。暑いんですよ、ね、分かる分かる分かる。暑い暑い。風呂上がりの未亡人みたいな。もうこの台投資3000円でスイカから鬼ボーナスをゲット。鬼ボーナス終了後百鬼モードから熱い演出へ。ここは双剣ラッシュに突入させたいところ。やりました。琵琶湖念願の双剣ラッシュをゲット。
最後に見せ場を作ることができるのか。この双剣ラッシュは1セットで終了。あれ、しかしその後間もなくスイカから百鬼モードへ。ここで再び双剣ラッシュに突入なるか。やった、願いが届いたのか、ここで双剣ラッシュ突入。つながった。これはハズレで乗るんですか。初玉ですよ、初玉。本日初となる水晶が点灯。その後ラッシュが3セットで終了したところで琵琶湖は実戦終了となった。お疲れ様でした、ありがとうございました。まだイエス楽々っていうには修行が足りないようで頑張ります。じゃあ直します。ありがとうございます。最後にもう一波欲しい塾長、京チェリー出現で熱い演出が続く。入ってるか？え、これ無駄引きだよね、入ってたらね。ラッシュに期待していいの？俺一番来ちゃいけないやつが来た。ないの？あるだろ？あるよ。ないた。それ6です。ほら5の2になったよ。ほら塾長、双剣ラッシュをゲット。お、乗った。俺も外れて。ボーナスよかったです。双剣ラッシュ中にビッグボーナスでコインを増やしたいところだったが、またもや鬼ボーナス。もう嫌ですよ。もう今日完全復活だよ。もうミスター鬼ボーナス今日完全復活ですね。ひどいわ。この鬼ボーナスを消化したところで塾長は実戦終了となった。はい、終了。よいしょ。俺にしちゃ頑張った方だと思うよ今日はね。え、埼玉の S さん納得いきましたか？まあいい、どうでもいい、出りゃ何でもいいね。そういうことですよ皆さん、ご託はいらねえっていう話ですよ。出りゃ何でもいい俺は。よし終了。スローモン。さあ、というわけでお疲れさんでした。後半戦もうどうでした？難しいですよ。鬼武者難しい。鬼武者難しい。いやでもね、まあまあでした。頑張ってましたよ今日は。本当ですか？いや俺も頑張りました。あんなにピッパキ動いたの初めてですよ、はい、この番組初めてですよ。大体いつも教えてもらう側なんでね、こんなにテキパキ動いたのね、あ俺やればできるな。あ、じゃあ初心思い出されたじゃないですか、初心を。
そう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 、あの入った頃の、はい、アグレッシブな、そうそう、あの原稿料2000円だった頃の、2000円月収2000円だった頃思い出しましたよ。もう、うわ今2000万ですけどね、月収。冗談冗談ね。はい、ということで、じゃあ結果からちょっとまずいってみましょうか。びよこさん、はい、投資がこれ、ま、これこのままいいですね、はい、2750枚です、はい、回収は348枚です。でマイナス2402枚です。2万枚負けたら俺落とすよ皮。マジシャレなんだよ。2402枚、はい、まあ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 、これぐらいならまあ全然本田入子とかに比べたら大したことないです。え、もっと負けたんですか。もう水瀬とかひどかったですよ。あ、俺だ、俺がひどかったな、そんなひどくない。彼女だとそんなひどくなかった、はい、そっか。で、俺ね、いきます。五島ですね。投資が500枚で、回収が2284枚、すげえ、プラス1784枚。8組だ。8組ですよ、当たり前じゃないですか。で、2人のトータルです。はいはい、読んで。マイナス618枚でした。もう一回。マイナス618枚でした。もう一回大きな声で。マイナス618枚でした。よし。ということで、ね、イエス楽々。イエス楽々じゃねえよ。全然楽々じゃねえよ、こっちは本当ね。まあでもなかなか今日は、はい、あの見応えがある感じでしたよ。僕あるわけないじゃないですか。いや、ありました。あの椅子に座ってこうハラッとね、なんかこう湯上がりの団地妻みたいな。めっちゃ暑かったんですよ、ね、まあ暑かった。暑かったですよね。暑かった。あそこにしんのすけさん来たら大変だったけど、もう暑い50連発。暑い暑い暑い50連発。生駒さん来たらどうなります。暑いでもう暑い暑いね、もうお前ら暑苦しいわって話ですけど、はい、さあどうでした今日は。どうもこうもないでしょ。どうもこうもねえか。スロットは大丈夫だと思ったのに。もう割とでもそんなに悪い台座ってたわけじゃないと思う。腐ってましたよね。あ、悪い、いい悪いで、あの設定の方ね、あんま設定のことは関係ない番組なんだけど、はい、悪い台に座ってた感じはしなかった。打ち手の設定がゼロだったんですよね。まあまあまあ、それはですよね。まあそれはしょうがないね、うん、まあでもそれ言ったら僕も今日は、はい、まあ設定4か6かどっちかってとこだと思うんですよ。あ、グーだったんですか。多分4です、はい、ですけどこれしか出なかったってことは僕のやっぱ人間設定が悪かったことですよ。え、でも1784枚出てるじゃないですか。こんなの全然ですよ。全然こんな全然ですよ。だって一時2800枚ぐらい僕持ったんですよ。あらあら、最後がっつり600ぐらいストレートにハマって。いいかもね。で引くたんび鬼ボーナス鬼ボーナス鬼ボーナスでしょ、はい、もう最悪でしたよ今日は展開としては。でも、勝てばカング結果ですからね。ですな、はい、まあまあまあ、とりあえず僕は浮いたんですけど、はい、琵琶湖さん負けたということで、じゃあちょっとモノマネをしてもらいましょうかね、はい、何にしましょう。じゃあ AKB の、はい、秋元才加。すいません、知らないんですよね。いただきます、はい、いきますよ、はい。分かった。もういいです、もういいです。あの幻滅します。ファンの方が幻滅しますからもう結構です。ということで最後はね、はい、エブリデイカチューシャということで締めさせていただきたいと思いますけど、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。次回は1回の裏、木村拓哉と伊藤真一コンビの前半戦。前回大敗を喫した伊藤真、名誉挽回なるか、お楽しみに。